大丈夫です。うん、大丈夫。あ、言ってください。はい、インハビタント。はい、こちらはインハビタントですね。インハビのウェアもほとんどもう、サイズが欠けてたりとかして、もう残りわずかの商品ですね。はい。今のPがあれなんで、こちらも残りわずかの商品ですけど。はい。こちらも残りわずかの商品になってます。で、こっちが糖蜜。このウェアは今一番熱いんじゃないですか。注目度ナンバーワンというか。糖蜜もアパレルの方もすごく人気があって、パーカーは今すごく売れてます。やっと今日ウェアが入ってきたんで。本当ですか。はい、まだサイズとかもあるんで早いうちに来ていただいた方がいいと思います。先日は3連休で、そうですね、来た方ももう一回来てみましょう。こちらメンズの宮崎さん。そうですね、こちらメンズのアパレルですね。はい、でも女の子は XS とかでアパレルの方は着てる方が多いと思います。こちらの方も、今予約受付中のウェアです。ホールデンとチムシュテルン。こちらは結構ヨーロッパ系のブランドになって、ここ最近のブランドだと思うんで、これから多分注目された方がいいと思います。ホールデンは結構細身のタイプなんで、すごいウェアタイトに着たい方とか、おしゃれに着ていただきたい方とかにおすすめです。パンツがすごく細い。紳士的です。そうですね。はい、こちらはアナログですね。もうアナログも皆さん知ってると思います。こちらはセッションズです。ウェアが置いてあるのはこの4階と5階にニューモデルのウェア、6階は旧品です。こちらは、AA とエスケープになるんですが、AA はこれ、ジャケットはこの2枚だけに。これは予約とかですか。いや、もうこちらは商品でなるんですけれども、今パンツはこれですね。エスケープの方もほとんど人気の商品は完売しました。12日に始まったと思っててみたんですけど、あ、展示会は12日からやってますね。でもその前にもう予約などで販売してます。はい、OK。 そうですね、大体出ましたね。はい、
どうもありがとうございました。